トレンドニュースの高まりです。いよいよ今日21日から女子ゴルフの今季メジャー第4戦エビアン選手権がフランスのエビアンリゾートゴルフクラブで開催します。とてもワクワクですよね。6月の全米女子プロ選手権で体調不良で途中棄権した渋野日向子選手は前日の20日プロアマ戦に出場しました。そして現地入りの後初めての取材に応じました。宮里藍さんの引退試合が少し記憶があるくらいがっつり見てはないですが、めちゃくちゃいい。パンが美味しかった。来て早々パン食べました。でも飽きちゃった。フランスパンはちょっと硬い。クロワッサンはまだなので食べようかな。フランスパンでしょ。フランス料理といえばキノコでしょ。でもキノコは食べられないので、フランスパンに飽きてきたのでパンの中身だけ食べてます。サラミとか生ハムのめっちゃ薄いやつを食べています。飽きないように薄っぺらいのを挟んだり。日本の山のコースみたいな感じですし、それにめっちゃ景色がいい。すごい傾斜がある。ほぼ平坦なところから打つことがない。練習ラウンドから気をつけながらやっていた。覚えとる単語だけですよ。トレビアン、覚えました。ボンジュール、メルシー。他何？他わからん。まだないかな。コツコツやりたいゴルフができたらいいかなと。思ってたのとは違う。日本と一緒やんって。暑い。しかもクーラーがない。扇風機でクソ暑い。そこだけ残念です。まずは、体調気をつけて、いっぱいご飯を食べて、いっぱい寝て、頑張りたいと思います。渋野日向子選手のインタビューでした。いかがでしょうか。元気そうですよね。湖のほとりのコースなんで、かなりアップダウンの激しいコースのようです。なお日本からは、渋野日向子選手を筆頭に畑岡奈紗、笹生優花、西郷真央、古江彩佳、西村優菜、そしてアマチュアの橋本美月選手と合計7名がチャレンジします。楽しみですよね。渋野日向子選手のスタートは午後の8時3分のスタートです。応援しましょうね。最後に一般の方のコメントの紹介です。発想としているな。かっこいい。体調も良いということで一安心。地元で大好きなソフトボールの練習を楽しんだりして心身ともにリフレッシュできたようですね。プレーの方も優勝争いを期待しています。頑張れ渋野日向子。以上コメントの紹介でした。今回の試合はね、予選通過目指して頑張ってほしいところです。まあ4日間連続で配信できれば幸いだと思っております。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。